なんでリップこんなにいっぱい入ってんの。ああ、ちょっと待って、ちょっと見て。もう吐きそうになってきた、どうしよう。なんで？せーの、スリートゥーマン、よしゃいくぞー、おとです。今日はですね、ヒカルタンにジョッキリをシェアできたいと思います。久しぶりにちょっとね、スリリングがあるドッキリということで、まあ今梅雨ということもあって雨が降ってるので、雨を吹き飛ばすぐらい、もう長距離バッターになろうかな。で、今日はですね、何をするかと言いますと、もしですね、俺のね、カバンの中に知らない女の人のものが入ってたら、果たして彼女は浮気と疑うのかどうかを今日はモニタリングをしていきたいと思います。で、まあちょっと何をちょっとやろうかなって思ってるんですけど、リップの方を入れていこうかなと思います。そのリップっていうのはもう本当に光るのではなくて、俺が、昨日買ったやつですね。もうガチガチで、そちらを使って今日はあのカバンの中に入れて、さりげなく光を誘導して、ちょっとカバンの中を、探してもらうように指示をして、果たして光はどういう反応するのか、そして俺はもう完璧にすっとぼけていきたいと思います。光が今車の中にね、忘れ物取りに帰っちゃったっていうので、今一瞬下に行ってるので、その隙に撮っております。それでは急いで、今日もみんな元気でやっていきましょう。それではせーの、やってみよう。はい、ということで皆さん、ちょっとね、もう光が帰ってくると思うんで、ちょっと急ぎなんですけど、これです。適当に買いました、これ。薬局で買いました。 UV プラス、シャネル、これあの光に後でプレゼントしようかなと思って、リップで、これがこれもリップかな、これなんか塗るやつ、なんか唇に塗るやつです。あのワンちゃん持ってるやつあるかもしれないんですけど、もう一か八かでね、仕掛けちゃおうかなと思います。ちょっとわかんない、どうなるかわかんないんですけど、それでは行っちゃいましょう。これカバン置いていきたいと思います。どこに置こう。そのままこれに行く。光帰ってくるの待ちます。もう光出ない。光はだってそんな適当でいい。あ、そうなの。うん、そんな楽でいい。うん、一瞬で帰ってくるから。あ、ね、うん、じゃあもう行けるよ。行く行く。あ、そうや、光ちょっと鍵がないんだ。なんで。鍵どこやったっけ。家の鍵。そう、知らんねんけど。あの、ちょっとさ、カバンある。俺のどのカバン。グッチのやつ。バレン。バレン、こっち。あ、ちょっと鍵あるか見てみて。え、おたつんの鍵。そう、キーケースってこと。キーケース。あ、そうそうそう、キーケース。ない。ないな。何も入ってんの。確かに。なんでリップこんなにいっぱい入ってんの。ああ、ちょっと待って。ん、違うやつやん。見せて。違う違う、光のやつ奪ったやろ。違うやつやん。ミスった、ミスった。ちょっと、ないないない。ちょこして。なんで光のリップ盗んだやん。いや、違うよ、盗んでないでしょ。盗んでるやん。盗んでないよ。ほら、日本もリップ入ってるし、なんか何これ、チューブ。ああ、それおやつやん。薬局で買いました、 UV。光が入れたい。光なんじゃない。いや、光ね、光がなんかポンって入れたんじゃん。入れてない。嘘つけ。え、ほんま、これは光るの。これ光るなんじゃない。自分で買ったんじゃん。いや、俺使わんやん。誰が買ってるやん。あ、俺買った。光はちょーって。なんで。いや、わかるやろ、自分で買ってたら。なんで入ってるんじゃん。いや、知らんよ。なんでこれ光るのやで。これは光るの、多分。え、これも違う。じゃあこれは、じゃあ尾田くん買ってないの。いや、だからなんかいられたんかなと思って。誰に。それが問題やって。誰に入れられたかが一番問題。いやいや、知らんて。だからもうレジで並んでる時に突っ込まれたんじゃ。絶対それはない。いや、やられてるもん俺絶対。いや、やられてないって。なんで。おかしいもん。なんで入ってる。逆になんで入ってる。てか、なんか知らんって。光は知らんよ。だって光からカバン取ってさ、入れたよ絶対。入れてない。ちょっと気持ち悪いわ、ちょっと。何が。いや、気持ち悪いよ、ちょっとその現象は。いやいや、絶対やってるやん、もう。やってないって。いや、やってるやん、もう。ほんといいって。もうなんか俺、
変な感じしてるやん、もうなんか俺がなんか変なんか違う人の家なんか入ってるみたいな。もう吐きそうになってきた、どうしよう。なんで光が荒れちゃう、めっちゃ眠い時に買い物行った時ちゃう。いやいや、もらってない、ガチやで。これは誰の、これ何、この鏡。それは光があげたんや、おたくん。あ、そうやっけ、忘れてるやん。いや、ちょっとマジでさ、やめ、はめんといて、なんか。はめてないって、マジで。オタくんがもしかしたらお化けしてるかもしれないし。いや、そんなわけないやん。何、そんなちょっと怪しい感じがさ。え、出してる、うん、普通なんやけど、通常運転。全然普通じゃん。え、え、普通やん。誰のなんで。俺のやん。違うって言ったやん、さっき。いや、言った。とりあえず行く。無理。なんで？解決してないから。え、疑ってるよ、もしかして。うん、事件だ。ドッキリ。え、ドッキリ。いや、だから逆やん。俺が言ってたやつ、俺が言ってること言ってんだよ、光。先に、アートに理解不能。怒ってないの。ん、怒ってる。うん、消えてないっしょ。うん、とりあえず行こう。続きはちょっとまた来週やな。なんで来週なの。とりあえずこれじゃあ光あげるわ。あかんよ、だって俺のカバンにあっても余計なんか怪しいやん、そんなの。まずその2つに関しては絶対光のじゃない時点でオタくんが持っといた方がいいんちゃう。なんで。いや、光のやん、彼の髪の毛ついてるし、なんか。え、違う違う、この2つは絶対違う。これも多分分からん、これは。オタくん買ってないってことやろ。買ってないじゃあ、わかんやん。なんで？誰のかわからん。でもいいやん、あるから使える。ダメよ、そんな。人のまま勝手に使っちゃダメ。じゃあこれどうしたらいいの？返しに行ってみようか。え、誰に？え？あ、さとみに返して。誰？適当やろ、もう。適当やろ。ごめん、謝るわ。もうじゃあ正直に言うな。うん、マジでごめん。これじゃあマジでやってるわ、俺。うん、うん、じゃあ別に浮気とかじゃないけど、うん、あの、聞かれるのではないな。やろうな。そう、ちょっとエジプトの匂いがする。怒ってる、怒ってない。うん、怒ってない。うん、ちょっと時間が長い。え、ちょっと何が言いたいか分からん、逆に。だからその持って帰ってきちゃったんや。誰の。今日サーちゃん。誰。いや、ヒカルは知らん人よ。でも別にそんななんかそんな変なことじゃなくて、うん、そのなんかちょっと持っててみたいので、カバンの中に入ってたんで。それをヒカルにあげたらあかんやん。じゃあ投げようとしたんじゃ。それあげたらあかんやん。いや、それはだからヒカルが怒ってるからそっちの方がいいかなと思って。じゃあそれ困るやん、その女の子。いや、俺買うよ。なんでよ、返したらいいやん。まあ、そうやな。うん、じゃあ、はい、どうぞどうぞ。ヒカルちょっと来て。ちょっともう一個あんねん、謝りたいのが。いや、ヒカルは別にいい。どういうこと。え、そんな重要じゃないし。なんとですね、はい、僕がドッキリでした。ヘイ、ドッキリ祭り、あーん、レッスン5レ。いや、ヒカル言ったやん、だからドッキリやろって。はい、ということでカメラがこっちにあったんですよね、実は。こっちの壁のこの、ちょっと見つけた？見つけないんちゃう？いや、運がよく光るそこにずっと行きましたね。ということで、皆さんどうだったでしょうか。ということでね、やっちゃいましたね。こちらは俺が昨日帰り道に買ったやつです、薬局とデパートで。これ光持ってないやろ、全部多分。え、真ん中のやつは持ってるよ。嘘やん。ほんま。あ、これか。うん、このサンローラン持ってたらしい。終わった。え、じゃあ光のじゃないってこと。これこれは光のじゃないよ。あ、じゃないんや。これも全部違う、買った。僕なんかこれもらおうとしてた、光普通に。これ光のやなとか言って、やばいって。でもこれは光にプレゼントなんですよ。あ、だって俺が買ったもん。使わんの。たか使わんな。ありがとうございます。へい、これはサプライズドッキリでいい企画。たまたまやろ。サプライズプレゼントが主体。絶対違う。はい、ということでかなり怒ってました。圧がすごかったです。だいぶやられてました。はい、ということでね、先生。まあでも光は意外と優しい方やったな。普通の女の子だったら多分ぶん殴るやろ。
お前ちょっと一回ポッ怖っ。はい、という感じで、まあちょっとリアリティがあったんじゃないかなと思いますけどね。はい、どうだったですか。いや、まあなんかよくわからんかったな、とりあえず。なんでなんでこれ光るのやつ、これは光るの、多分。え、これも違う。いや、でもちょっとリアルじゃなかった、その戸惑いというか。あー、まあまあ、まあ、それも再現しました、練習して。それが一番ムカつくよな。そのなんか意見がコロコロ変わる。そう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 、素晴らしい俳優やん、もう。はい、ということでね、はい、あのドッキリの後にプレゼントが出るというね、素晴らしい、本当に。で、給食のデザート、誕生日だからもう2つあげるって感じですね。ちょっとわかりづらいな。はい、ということで皆さんどうだったでしょうか。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ、ひかるちゃんこれちょっとやってんなと思った人はこういうのえ、ひかるの、そう、はい、ちょっとこれ焼き餅焼いてんなと思った人はこういうのでチャンネル登録お願いします。お願いします。ということで、また次回のお茶ひかでお会いしましょう。はい、以上、おだとひかるでした。バイバーイ。